どういたしまして。ほらほら、ムラッチ、冷たくて気持ちいいでしょ。よせ。みんな楽しそうじゃの。真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですが、ユミ、どうかしたのか。穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが、でも少しだけ、ほんの少しだけ、少しだけ、もっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これは。どうぞ。何これ。すごく行きたいんだけど。いやいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩、私塾月仙女学館、忍び学生各位。快なる炎暑の日々が続き、このままでは眠る山さえ飛び起きる。されば覚ますが忍びの定め。貴殿を PBS に招待する。 PBS？ 何のことでしょう。わからないですけど、でも何かワクワクしてきませんか。きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。私もみんなと一緒にダンスしたかった。え？そもそもどうして私が司会なのよ。どう見てもあっちサイドの人間でしょ。ただいま不適切な発言がありました。大変失礼いたしました。どこが不適切なのよ。おっとっと、忍びの少女たちが続々と会場に召喚されてきているみたいだ。おうおう、いいねいいね。若くて甘酸っぱい匂いが辺りに充満してきたぞ。
なんか引っかかる言い方ですね。もともと若くて甘酸っぱい匂いは充満していましたけど。ハハハ、売れた匂いの間違いじゃないのかい。はっ、さあ気を取り直して、会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。どうしたこれ、マジ上がるよね。ちょっとなんで氷にしてるの、なんですね、なんですね、どうしてわせるの。ここって一体どこなんだろう。ヒバリたち河原にいたのに。私たちも同じだ、状況が全くつかめん。あのヤブミ、誰の仕業なのでしょうか。わからんな。ただこれだけの人数を瞬間移動させられる力の持ち主だ。ただものではないということだな。あれ、おかしいですね。静止画しか映らなくなってしまいましたが、モニターかカメラの調子が悪いのでしょうか。ちょっと運営しっかりしてよ。早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだからって水ささないでほしいぜ。本当よ、私を参加者に入れなかったり。ねえ、なんか大きな声が聞こえてこない。何なのでしょう、周りに何台もの浮遊カメラがあるのですが。私たちを撮影しているのか。ますます謎だな。若き忍び諸君、ようこそ PBS へ。早速だが、 PBS の概要とルールを君らに伝えよう。耳をかっぽじってよく聞け。ようこそ PBS へ。私が司会進行のミスターケダ。キリア先生ですよね。ああ、横にいるのは鈴音先生だ。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。以後正体に関して質問した者は水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。それは困ります。ではミスター K、 PBS の説明を。 OK、 今から君たちに PBS ピーチビーチスプラッシュをしてもらう。ビーチビーチスプラッシュ、それって何なんですか。簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッ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 と激しくやってくれ。水鉄砲大会？なぜ私たちがそんなことをせねばならんのだ。へい、やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。それ以上の理由なんて必要かい。半ば無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。まあいろいろあるんだけど、それはおいおいということで。とにかくPBS が終わるまでは誰一人としてこの島から出れないからね。何が何でもやるっきゃないとってなわけだ。はあ、そうなんだ。従うしかないってことだね。でもキリア先生たちが関わっているってことは、これって忍び関係のイベントなんじゃない。そうですね、おそらく。それじゃあルール説明だ。まず最初に一番大切なことを言うよ。この島では必ずウォーターガンで戦ってもらうよ。水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とかは使っちゃダメだからね。そっか、それはもうそうだよね。おっと、スタッフから巻きの指示が出てます。
時間もないんで早速オープニングバトルいってみよう。チェクラ。私の正義をお見せしましょう。5、4、3、2、1、レッツ。始まってしまいましたね。正直まだ戸惑っているのですが。そうだよね、水鉄砲で戦うってどうすればいいんだろう。そこは安心してちょうだい。ウブな君たちのために私たちが親切丁寧、手取り足取りハウツーだよ。ま、とりあえずやってみるか。そうだな。上手にできたでしょうか。記憶に残る戦いでした。えい、ウォーターガンなどまどろっこしい。戦うんだったら私は刀を使うぞ。いやだからそれはダメって言ってるでしょ。勝負はウォーターガンのみで決着、それがルールだから。ウォーターガン以外の攻撃も最低限なら OK よ。いつもの癖でつい手が出てしまうこともあるでしょうし、ただしやりすぎちゃうとペナルティよ。だって小村ちゃん、勝ちたいなら我慢しなくちゃだね。ならば仕方あるまい。まあそんな難しく考えることはないって。気軽に勝負を楽しんでくれたまえ。さあこのままオープニングバトルを続けるよ。夏のイベントをみんなで盛り上げようぜ。どうだいみんな、今までと勝手が違うけど難しくはないだろう。そうですね、実際にやってみたら意外と大丈夫そうです。オッケー、それはよかった。なんといっても君たちにはこれから PBS で一番強いぬれぬれガールズを決めてもらうんだからね。キャイーン、一番強いぬれぬれガールズってりょうなちゃん、話が進まなくなるから、バカ犬は黙ってなさい。もちろん、ちゃんとご褒美も用意してあるわよ。ご褒美。一番になったチームには、なんと。だだ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 。発
しいものを何でも一つプレゼント。ヒューヒュー、すごい太っ腹、あげあげ。欲しいものを一つプレゼント。何でもって何でもいいのか？もちろん何でも OK。 家でも車でも地位でも名誉でも何でもカモン。どこまで本当かわからないけど、なんかすごい話になってきたね。ものとは関係なく、私はお前だけには負けんからな。ホムラちゃん、それはこっちのセリフだよ。私もホムラちゃんには絶対負けないもん。それは無理だな。無理じゃないもん。いや無理だ。絶対に無理じゃないって。絶対絶対無理だ。絶対絶対絶対無理じゃないって。いいねいいね、その調子でどんどん盛り上がっていっちゃおう。ただのお遊びだと思っていたが、意外とそうでもないのかもしれないな。そうね、ルールは単純だけど、頭を使ってやらないと優勝できないかも。イエス、その通り。実は奥深いんだよね、PBS はさ。ほら、どんどん楽しくなってきたでしょ。しかし、この勝負、水着でやる必要があるのでしょうか。何を言ってくれちゃってるんだい。そこが一番大事なポイントでしょうに。水着、濡れ濡れ、テンションマックス。 Do you understand? キリア先生、はっちゃけてるね。日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。そっとしといてやれ。そうだね。さあ、ここでもう一つビッグなお知らせだ。この大会の様子はなんと YouTube で生中継されてるぞ。 YouTube? 忍び専門の動画配信サービスのことか。その通り。この大会は全世界の忍びたちに実力を披露するチャンスでもあるのよ。そっか、生中継か。それでテレビカメラがあちこちにあるんだね。こんな話を聞いたら、ぐしょぐしょ忍びガールズはますます体がほてってしまうんじゃないかい。いいんだよいいんだよ、ほてっていいんだよ。ほてった体は水鉄砲で冷やせば OK さ。ほてった体はともかくとして、生放送されているのでは手は抜けないな。確かにそうですね。月戦の名を落とすわけにはいきません。
確かにやってみると意外と楽しいものですね。祈り、あまりはしゃぎすぎて集大を世界にさらすなよ。わかってるけど、ユミちゃんのおっぱいめがけてパンチャン。言っても無駄だったか。少しずつコツがつかめてきたような気がします。悪魔滅びるよ。